はい、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょう。よしです。はい、今日の動画は何ですか。おっさんに似合う武器決めよう。出たこのシリーズ。最近それ流行ってないやってたよね、2人やってんだよ。やってました。はい、本当それ知ってんだ、星さんも。いや、なんか、サムネだけ。はいはい、はい、漫画本企画で。いや、ほんと、漫画、漫画アニメっていうか、なんか普通にイメージキャラクターに俺らの武器を。でもコメント118ありますから。すげえ、皆さんありがとうございます。結構いいぐらいに見ていただいて。ケイさんの方も80ある。あ、そう。ありがとうございます。何やんだ。うん。で、なんだこれ、イラストとか書いてくれたよ。いやライブ使いの、なんか探検使いの。すごいじゃん。シーフ・タカシみたいな。イラストも書いてくださった。あったね、皆さんが書いてくれた。話題なんで今。ありがとうございます。あの、OSP 界隈で話題なんです。おじさん、武器ね。武器？役職はまた今度やりたい。そうそう、役職はまたやりたいね。武器よ。武器。武器だとしたらね。はいはい。じゃあちなみに、星さんが、まあ何、経歴。今までそういうのやってきました。例えばこういう、例えば俺だったら剣道やってきた。ああ。今までのなんかそういうことやってきたよみたいな。そうだ、ボクシング。あ、でもともとは、野球部でした。ああ、野球部。北海道。北海道。じゃあ、星さんは北海道で、誰よりも速かったの？足がね。言ってたら。こっちに来たら、切ない。中の川沿いでした。一回で速そうだけどね。そうね。先行、その時のね、生徒に人数も少なかった。かわいそう。世の中の川沿い。野球部。足は速い。野球とか。速そうだよね。速そう。だって今だってさ、急にヒューッとか言ったら、速く走るもんね。変だもんね。変な走り方するね。急に走り出すもんね。走りってんだ、ちょっと聞いてやってほしいな。野球部。バッター。バッター。ピッチャー。バッター。ああ、だから、野手か。野手。野球と、でも中学もでしょ。高校がボクシング。おぉ、ボクシングやったんだ。でもそっち系。でもなんかあんまそんなイメージない。ないんだよな。いや、武器だからね。いや、別にこういうグローブみたいな。ケイさんはグローブ。え、グローブ？そう、このメリケンサックみたいな。おぉ、何つったっけ、これ。ケイさん結局それなんだっけ？あれ、何してるの？盾と、あ、なんか手ぶらで痛いですよ。手ぶらがいいんですよ。武器としてはない。だから何でも、杖とかでもまあいいのかもしれない。別に武器だしね。でも好きなのは、これ、剣士とか好きだよ。あ、剣士好きなの？好きなの。あ、大丈夫。どうが好きだ。あ、俺も日本刀好き。それでも自分のもんじゃなくて、他の、他戦で決まるんで。そう。え？自分では全く決めない。意見が何か、意見は一応聞くけど。今の経歴を聞いて、こっちが、お願いするのは違うんで。え？考えよう。あと、じゃあボクシングは何やったんですか？あとは、スポーツはそんなもんかなぁ。あ、そう。そうだなぁ。なんか、車の運転とかも好き。車あれ武器？あれ車いいね。え、戦車とか？そんな俺だって戦車がいいわ。メカね。メカ、メカ。オッケーとか言ってほしい。いや、それね、それも武器と見なされんの今。なんか、メカね。ハイテクもある。ハイテクの。ハイテクもある。そっちね。メカ得意だ。メカ好き。メカっていうか、車の運転好き。むずいね。むずいね。考えていくか。いや、たかしさんが、はあれになったの。ちっちゃい剣。探検。ああ。でも、星さんもね、そっちかもしれない。まあ、素早いタイプであるよね。二人そうなんの？このでも、相当だから、まあ、今日は職種関係ないけど、まあ、盗賊みたいな。え、盗賊らしいですじゃん。らしいんです。シーフ。探検でシーフ。俺、決めれないの、これ。悪いやつやん。にしようかな。いい盗賊なの。まあそこは分かんないけど。いや、いい盗賊にしてくれよ、それ。それは悪い。星さんもそっちタイプよな。星さんもそっちか。じゃあ忍者ってこと、忍者。あ、忍者いいか。あー。手裏剣。あ、ちょっとやってみて。あー、いいね、いいね。巻きにしまいて。巻きにしまいて。あ、いいね。下で。あ、いいね。こう出すの。あ、めっちゃいいじゃん。こうじゃなくて、こう出すの。あれ、巻きにし、いや、俺の顔巻きにしっぽいね。だって俺もそうだって。こっから区内投げるとか言われて。巻きにしだよ。俺巻きにし。一緒やん。一緒だもんな、タイプ。ダブル探検チーム。チーム。ちょっとやだな、それは。全員じゃ、全員戦法というか前にないね。でも、それ何、今後考えるとして、やっぱ、役職で言ったら、やっぱ魔法使いが似合いそうじゃん。占い師だから、なんかやっぱその、杖。どっちかといったらそっちのイメージもある。いやどうしてる？杖。いや、
こんなもんですよ。いやー占いってだけなんだよな、でも。まあまあまあ、イメージはな。星さん、まあ、でも魔法使いか星さん。あれはチャクラムは。それこそ。投げるやつ和の刃物で。あのジャンガー使いそう。ジャンガー。そういうのでも、あんま得意。どっちか槍の方が好きなの。槍。あ、槍いいかも。槍ね。で、巻き菱は？あ、これ巻き菱。マジだ。あ、いいかも。巻き菱と槍？どんな？ミニアとかは？こっち話じゃない。こっち話やったら落ちちゃうから。あれ結局銃はどういう扱いやったの？銃もいいんじゃない別に。あれそれはひっくるめていいんだっけ？いいんじゃない。じゃあもうあれだったよね。あ、二刀流かっこいいかも。でも接近戦でね。このチームで接近戦もいいな。多いんで接近戦しかもいいな。銃とか闇や。パーティーで言ったら遠距離は欲しいとこだよね。俺が大前線行くんでしょ、もうシャシャシャって。で、ケイさんでしょ、遅めに。だから最初に、まず特攻でしょ？俺が特攻。用水プラス特攻しに行くわけじゃん。で、ちょっと行って、硬いぞとかを調べるわけ。硬いぞ。守りが硬いぞとか。そうそう、ちょっと強い、ちょっと硬めのやつ。でも動き遅いぞとかをシーフがやっぱ行くわけ。で、そこからこう、まあセカンドブレイクするわけだよ。だから俺が。ケイさんがね。セカンドブレイク。バーン。こう、ずしずしになったケイさんが。で、こう、バーン。ちょいパワータイプだから。パワータイプ。で、そこにさらに、ちょいちょいね。ちょい。あ、またそこに大型がいる。今後多分やるんだろうな、それ。ここでバズーカだ、そう、バズーカのイメージが。遠距離は、まあ、でも、スナイパーはどう？ああ。やってよ、ちょっと。落ち着きないか、話は。あの、バレそう。遠くで暗殺とかできなそうだもん。バレそう。巻き菱スナイパーだとどうなの？巻き菱スナイパー。いやいや、もう、スナイパーこの距離に来られちゃダメじゃない。めっちゃ投げんだよね。巻き菱を投げんの。遠くに。え、なんだろう。巻き菱は使ってほしい。いや、たかしさんいなかったら探検だよね。まあそうだね。いやー、たかしさんが探検じゃなかったのか？これもう一回取り直さなきゃいけない。これ取り直しあんの？これ。いや、でもその企画。じゃなきゃ無理じゃない？大吉さんは無理？うん。普通の剣士は？まあ、悪くないのか？普通の剣士？まあまあまあ。任せたくないよ。あの、かっこいいよ。目線。落ち着かないから切られそうなんだよ、横で。この、オラオラーってやってるから。作戦とか煽ってくれなそうだもんね。あ、怖い怖い怖い。どういうの？怖いな。怖い怖い。で、中距離だったら両方は。近距離もいけるし、ちょっと中距離もいけるような魔法剣士とか。今回、漫画キャラ1キャラも出してない。まだ巻き菱おじさんしかいないけど、今。あ、そっか。どんなキャラみたいなの一応あったからね。あれ、前回どんなキャラだったの？俺は、なんか FF の主人公にしてくれた話をしてた。で、ケイさんは、キャプテンアメリカの盾と、あ、そうだそうだ。で、メリケンサックとみたいな。あ、そうだそうだ。でしょ？そうだったわ。ねえ。魔法やっぱ使えた方がいいよ、クスさん。魔法使いにする？もうあれ、もうここ、あれその役職はもういいのかここで決めて。なんかさ、後日やるとか言っちゃったから、やりたいよね、どうしようと思ってたんだけど。あでも遠距離とか考えないならそこも考えてそうだね。うん、そしたらまあそいつが持つ武器としてだよね。だから一応武器の話になるけど、魔法使いも武器持つよね。もう杖じゃない？杖本。杖か。杖本。FF10 のルールは何持ってたっけ？なんかこういうのでやってたっけ？あ杖？杖だったっけ？あ、そっか、ハリボタン。扇みたいな感じじゃなかったっけ？あ、扇は持ってたかも。扇みたいな、これ。扇みたいな、これ。あ、扇みたいな。あれ、あの、諸葛じゃなかった。諸葛亮の、ビーム。ビームセンスとか。まあ、どっち、巻き菱したらどっち、センス、どっち。センス、ロングセンスでしょ。趣あるのよ、あれ。確かに。センス一番弱そう。センスって高いの？センスで高い。センスとなんかじゃ、だからセンスは一応魔術師として持っといて、他もう一個センスこっちこっちあんの？あのね、あのビーム出たりするビーム出るんで魔法使えたりするのセンス、ビームが出るセンスならいいけどビーって出るの？ビーって自分では何がいいですか？一応聞くけど俺はね誰の剣みたいなのある？俺は、ここがここに手を持って、こうなってる剣サーベルね。あ、シャンシャンクスみたいなね。俺は基本と、俺は日本と。じゃあ、そう、なんかそう、こう持ちたいんだ。逆手で。俺のあげたいわ、じゃあ俺。逆手で。俺それ。逆手で言ったら探検じゃないの？探検はこう持つの。こっちと。どうしたもそう持ちたいタイプね。じゃああげる。いや、それじゃなかったら、違うのでみ。何？
あとやっぱ槍。槍かも。あのあれみたいな、キングダムの王藩だっけ。王ね。王ね。王騎の息子。王政の息子。王政の息子。全然違う。槍ね。王ね。槍がいいんだ。あー、私槍でいいかも。素早いから薙刀とかじゃなくて槍で怖い。どんくらい長さの槍？あんまり長すぎると素早さが出ないから、どっちか月がすごい速いから。槍ね、千の月。怖いわ。千の月肩ついてきそう。あー、怖い。風が来んだよ。怖いって、この風が。耐えられるかちょっとやってみようよ。怖い。当たる。絶対当たる。当たってるし、もうなんなん。でも厳しい。いやー、いやゼロ距離も厳しい。弱い。顔なってんだ。紛れしい。この距離で。あ、見せてるだけ。投げてない。厳しいの。なんで見せびらかしてるだけ。やりいいんじゃない。やりいい。やりでさ、後方からさ、溜めて、ドゥーンみたいな攻撃スタイル。やりで。後方から溜めて後方で。第三部隊ぐらいにいて、貯めるって、その戦力ってこと、貯めといて、いやーって、いやーすごいスピード。素早さあってもいいもんね、槍は。ドーン、かっこいい。片手一線ついてほしい。ああ、槍ね。かっこいい。馬乗ってね。あ、いいじゃん。馬乗りそう。馬乗りそう、確かに。馬乗って槍がいい。馬いいじゃん。やっぱり。槍がいいんだ。槍がいいんだ。槍ってもうまっすぐだけ。横は切れない横も切れる。あの、まあ、肘型みたいな。こうだよね。イメージ。でもあるし、なんか3つのね、こうやって剣みたいな。ああ、トライ。ああ、そっちのトライ。どっちがいい？なぎなた周りだ。なぎなた周り、剣みたいになったやつ。白ひげみたいな。そうそう。ああ、いいね。なぎなた。あ、嫌なんだ。めっちゃいいじゃん。あれなんだ。3つのがいい。3つのがいい。分かれてんのがいい。3つがいい。ああ、いいかも。1個長くてね。長くて。両隣がこういう風になって。ああ、いいじゃん。で、馬乗りながら。じゃあ、はいはいはい。どんな感じ？やばい刺さってる。ボーガンとかもよく合いそうだけど。ボーガン？うん。槍じゃない。弓矢の銃みたいな。ああ、悪くはないんだけど。パチンコとか合いそうだよ。パチンコね。ああ、パチンコか。確かに悪くはないんだよな。確かにな。でも、槍？槍やな。槍か。槍と奪えた。センス？センスね。センスでしょ？このパーティーに入ってもらうときは、魔術師としてほしいよね。そうだね。センスで、こんな魔法を唱えてほしい。なんそれ。いや、センスでしょ。やっぱ闇魔法得意だ。で、魔法捨てるんだよ、多分。捨てる？もう魔法じゃ立ち打ちできないなって、槍持って、行くんだ。最初に。激圧シーンじゃん。雑だな、でも。いいの？そんなんで。逆の方が強そうだけど、槍がダメだってなって、音量が大きいで魔法の方が強そうだけど、確かに魔法って強そうなイメージあってこと。逆なんだ。槍の方が強いんだ。うん。いいな。じゃあ槍と。槍欲しい。魔法ね。槍。槍好き。槍とセンスね。センスね。センスって、まあ、いまいち掴むじゃないんですよ。いまいちピンときセンスで攻撃する。シャッ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 投げたり。風魔法とかも強いんじゃない？シャッ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 センスも投げて戻ってくるタイプ。ブーメラン。そうそうそう。幸せ家族計画みたいな。こういう話あったね。センス投げてこう倒す。ああ、いいじゃん。カルでシュッてやれば。もういいじゃん。はい。はい。はい。怖いな。もうやる、この人の隣。怖いよ。はい。はい。オッケー。感じですか。決まった？なんだよこれ。結局。槍じゃない？槍と扇。扇。このチームの場合は扇なんじゃない？センスね。そうか。一人で行った時は。魔法が欲しいからやっぱり。そう。一人で行ったら。落ち着きねえんだよ。自分の負け口踏むぞこいつ絶対。こんな上とか言ってまいた負け口踏むよ。旅出たいね、決まってきたらね。いいじゃん。
確かに。次、佐藤さんだよ、だからもう。僕はどっちタイプなの？あんまり見た目がみんなわかんないかもしれない。まあ、旅ちゃん見てくれば結構出てるから、最近。ああ、そうだね。うん、旅の後部座席見てくれる。ケイさんが斧取ってるからな、俺はない。結局使ってない。使ってないのか。結局、あの、ガントレ、こポテトとシールドと変な2人だって、ね、ここ剣欲しいって本当だよ剣だ俺が剣でもいいんだ体験あまあ体験はあるじゃないですかちょっと次ねパワータイムだから体験ね次星さん来たら来たぞはい疲れた皆さんがもう疲れてるいやこれやってるからそりゃそうこんなんやってるからねマジ怖い怖い本当に当たるってこれいつかマジ怖いもうやだもうはい終わり終わり皆さんがもう星さんの武器変えてってくださーいはい次は佐藤さんやりまーす待って、はい、まあ怖い